どうも皆さん、こんにちは。ゆっくり試練です。今回は、この、風来の試練2の、最果ての道を、プレイしていきたいと思います。もちろん、ただのプレイでは面白くないので、縛りを設けたいと思います。その縛りとは、強制泥棒縛り。そして、一度泥棒に使用したアイテムは、以降の泥棒では使用不可とします。さらに、ゆっくり試練は平和主義なので、天守及び盗賊版、番犬を倒すのは NG とします。そして、次の縛りは、ぶったて、一期一会縛り。以上の二つを主な縛りとしたいと思います。そして禁止事項として、モンスターの壺、パコレプキンの腕輪の使用。そして白紙の巻物の水亀による無限使用を禁止とします。さて、バックでは長巻を片手に試練が頑張っております。地味に一回で、中鎮タラと対面した場面、ミシキベツの草を投げ、小殺するミラクルを起こした試練。これは簡単に菜種村には戻りたくないところでしょうが、どうでしょう。そして、先ほど彷徨っていた食べられるが倒され、サムライドンへ進化しました。洞窟マムルワンちゃんを狙いましたが、なかなかうまくいかないものです。なんとか落ちていたギターンでサムライドンを倒し、次の階へ向かいます。相棒の長巻と出会ってからのこと、刀に長巻と、武器がよく出ます。嫌がらせでしょうか、さらに気づきまで出ました。うまーい。拾っていた梅の杖が、草を入れるタイプの杖でした。最果ての道を攻略する上で欠かせない、力上げに便利なアイテムです。まずは早く店を見つけて、草受けか草投げかを識別したいです。あれは、夢、そうです、夢です。これは悪い夢以外の何者でもない。すやーは。あ。まあ、こんなもんですよね。普段から、丁寧なプレイングとはかけ離れた、雑プレイばっかしてるので、低層巡回なんてよくあることです。気を取り直して、行きましょう。ウプ主は、普段はタイムアタックに近いスタイルで最果ての道をプレイしています。なかなかいいタイムは出ませんけどね。さて、一階は、ほぼマップを開いたので、次の階へ向かうとしましょう。お、盾が来ましたね。方向の盾。いやー、いきなり両手武器とは、面白い冒険になりそうです。ちなみに、ウプ主は、この縛りでクリアしたことはありません。以前に一度、強制泥棒縛りのみで、クリアしたことがあるくらいですね。ただ、最果ての道での泥棒縛りは、先駆者の方がいらっしゃるので、何か面白そうな縛りを設けたいと思い、このような、装備品に関する縛りを設けました。ですので未知数なところはありますが、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。闇基地。危ない危ない。すやあ、強いやんに力を下げられてしまいました。力が下がると、この先に出てくる、音時計をはじめとする、HP が高い敵兵の確定数がずれてくるので、嫌なんですよね。1回や2回での毒矢の罠とかは、よくリセットしちゃいますね。長巻。
いやー、長巻と矛の盾とは、どうしたものか。鋼の杖？足軽どんに振っても、効果がなかったので、これは不幸の杖あたりでしょう。さて、念願の、洞窟マムルが現れました。上位モンスターがいるときは、あまり出歩きたくないので待ちましょう。マップ左下の迷路にいるのでしょうか。なかなか来ない？仕方ないので迎えに行くとしましょう。なかなか来ない？仕方ないので、迷路のところまで行ってみましょう。まずい。隣接されてしまった。次の杖でも食らえ。ふぅ。なんとか切り抜けられました。トンネルの杖、序盤ではいいダメージソースになってくれます。3回くらいまでは。来たー、開幕モンスターハウス。しかも、通路までそこそこ遠い。ここは厄介なしおやんと、攻撃力の高いピコタンを先に倒します。とりあえず、なんとかなりそうですね。いやー、さっきの洞窟マムルの経験値がなければ即死だった。レベルが上がっていると、この辺のモンスターはあまり強くないので、ボーナスハウスに変わります。まあ、開幕モンスターハウスは、それでも辛いですがね。バトカンター。バトカンいいですよね。力上げができてなかったり、十分な装備が揃わない序盤から中盤までは、火力の底上げに一役買ってくれます。そして何よりかっこいい。おや、ダッシュ時の様子がおかしいですね。水辺のフロアとかだと若干重くなったりしますが、これは店を期待しても良いのではないでしょうか。このダッシュ時のラグは、水辺のフロア以外にも、店があったり、モンスターハウスがある場合でも、起こります。まあ、中盤以降のフロアでは、これらが何もないのに重くなったりしますけどね。せっかくなので、トンネルの杖で、近道しましょう。泥棒にも使えるので。あっと、掘れない壁がありましたね。トンネルの杖の活躍は見れませんでしたが、店は、このような壁に囲まれてることも多いので、ますます期待が持てます。毒矢痛いです。見せてじゃあ。いやー、ついに記念すべき第1店舗目が来ましたよ。これはがっつりいただいていくしかないですね。まずはスーパー識別タイムです。そして、買い値400ギタンの草が2つずつあったので、試し飲みしたところ、毒消し草と、命の草でした。力が戻ったのは美味しいです。それでは、店の商品を物色するとしましょう。草の値段が見れるのはありがたいですが、商品はいまいちパッとしませんね。今さら、ここの盾も、幸せの盾も必要ないので、めぼしいものといえば、封印の杖くらいですかね。この300ギタンの草、高飛びそうだったりしませんかね。しませんか、そうそううまくはいかないですよね。それでは、手持ちのアイテムを整理して、泥棒に使える手段を探します。来ました、鈍足状態。このまま、店主を店の外に連れ出しましょう。その前に、高額で売れるアイテムは、売ってしまいます。そして、頂戴する予定の店のアイテムは、店の入り口付近に並べておきます。それでは、店主よ、かかってこい。ちなみに、この、み、の巻物ですが、買い値1500ギタンの、水枯れの巻物です。お、
そういえば、毒矢の罠なんてありましたね。せっかくなので、天守の力をゼロにして、安全に盗むとしましょう。そして、天守を華麗にかわし、店内に戻ります。いただくアイテムを拾い上げ、何もなかったかのように店を立ち去ります。これは店主さん、良いお天気ですね。店の商品、そんなもの持ってないですよ。とりあえず、店に戻りましょう。あ、はい。戻りますよ。戻ればいいんでしょう。ここまで来れば、大丈夫。だよね。お、変化の中の壺が合成の壺でした。まあ、ここの盾に何を合成するかは考えてないですけどね。バトカン以外は。それでは、3度目の正直と参りましょう。いやー、やりましたー。グダグダでしたが、ともかく、記念すべき第1回目の泥棒成功です。それでは、今回のプレイはここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。どうも皆さん、こんにちは。ゆっくり試練です。そして、前回の動画のご視聴、誠にありがとうございます。それでは、今回も最果ての道の続き、やっていきたいと思います。さて、前回は、記念すべき第1回目の泥棒成功まででした。今回も、華麗に泥棒していきますよ。まずは、簡単に持ち物チェックをしつつ、前回の冒険の記憶を呼び出します。そして、変化の壺で生成されたアイテムを回収し、先へ進みます。ついでに、アイテム欄がいっぱいになってきたので、2識別の巻物を読んで、識別しておきます。この時点で、音と軍装が、確定2発。なかなかいい感じです。水辺のあるフロアに丸次郎。頭が。お、いいとこに坊やが寝てますね。二識別の杖でも振ってみましょうか。空振りの杖に場所替えの杖、これは泥棒に使えそうなのが来ましたね。厄介そうなゲイズはほっといて、先に進みましょう。手元に3枚ダブらせていた巻物は、血の恵みの巻物でした。強化うまうま。矛の盾は、試練2における唯一の両手持ち盾であり、盾の防御力が、剣の攻撃力にもなります。防御力は、7あるので、装備が揃わない序盤では、割と助かります。呪われていたらリセ。ゲフンゲフン。強さは、長巻き。蛮族の盾装備よりやや強いくらいでしょうか。ただ、最果ての道の、メイン装備としては、胴たぬきやトド、象牙の盾等と比較すると、性能も、効果も、劣ってしまいます。個人的には、盾の縁が、剣の縁としても使用可能、みたいな効果があれば、面白い武器にはなったんじゃないかなと思います。お、妖刀かまいたちですね。3の縁はよくお世話になります。まあ、今回は矛の盾をメインに据える予定なので、長巻きに合成したとしても、あまり出番はないでしょうがね。とりあえず、合成の壺4で長巻きと矛の盾を強化しておきます。おっと、バトカンが呪われていましたね。
持て余していたお祓いの巻物で、念のため解除しておきましょう。おや、ダッシュが鈍いですね。これはついに、2店舗目の登場でしょうか。2店舗目、来たここもパッとしない？店主さん、白紙とか復活とか投資とか、仕入れといてくださいよ。とりあえず、マップを開けつつ、泥棒の手段を考えましょう。地味ですが、所持していた草に、薬草と復活の草がありました。それでは、泥棒に入ります。今回は、場所外の杖を使った泥棒を、試みていきます。店内のアイテム整理をしてなかったので、少しグダグダしつつ、商品を頂戴していきます。それでは、階段を目指しましょう。このような地形では、店主が迷いやすい上、店に戻る道を塞ぎやすいので、一度追い出してしまえば、こちらの門です。はい、というわけで、2回目の泥棒も成功です。使用したアイテムは、場所外1本のみ。個人的には、泥棒の美しさの中でも、1、2を争うのではないかと思います。まあ、店主が2人の店だと、そうもいかないんですけどね。おや、2階層連続となる3店舗目が来ましたね。なかなかいいペースです。泥棒のネタ、持つかなー。この店も微妙だなー。とりあえず、マップを開けてきましょう。この、店が見つかってから泥棒に移るまでの時間って、結構緊張します。落とし穴なんて踏んだらもう、本当は罠チェックもしっかりやるべきなんですけどね。回復券を断念した瞬間である。理由はいくつかありますが、アイテムスペースと、矛の盾をメインに使いたい、といったあたりですかね。合成したいものがなかったので、未識別の杖を入れてみたら、吹き飛ばしの杖でした。はい、それでは泥棒やっていきます。今回は、たくさん集まった、吹き飛ばしの杖を使っていきたいと思います。まずは、中継点に、適当にアイテムを置きながら、階段を吹き飛ばしていきたいと思います。このまま、階段を店の入り口付近にまで運んでいき、最後に天守をかわして、階段に向かう方法です。この方法は、ある程度難易度は低めですが、今回のように、杖の使用回数に余裕がないと厳しくなります。この辺は、入念に罠チェックをしていきます。最初からやれ。階段は、店の手前で止めておきます。
そうでないと、店主が階段の方へ移動してしまうためです。そして、商品を拾い上げ、店主を適当にあしらえば泥棒完了です。はい、というわけで3回目の泥棒成功です。何やら赤い人の影が見えた気がしましたが、気にせず進みましょう。超高カット。それではここで、前回のコメントへの返事をさせていただきます。まずは、多くのご視聴、コメント、マイリスト等々、本当にありがとうございました。感謝してもしきれないほど嬉しかったです。それでは、こちらのコメントから。失踪待ったなし。はい、確かに心配なところではありますが、今は全力でクリアを目指したいと思います。それでは、次のコメント。応援する金、頑張ってほしいんじゃ。応援ありがとうございます。全力で頑張らせていただきたいと思います。それでは、次のコメント。二段落ちの夢でしたね。果たして私はあと何度夢を見ればクリアできるのでしょう。最後のコメントです。驚いた時の声大きいよ。ご指摘、ありがとうございます。そして、申し訳ございませんでした。以後、気をつけていきたいと思います。コメント返しは以上です。皆様、ありがとうございました。さて、動画では、混ぜるんで、ここの盾と火炎層を合成したところです。これは、中層あたりで出現する、ドラゴン三兄弟に向けての保険です。決して他に合成するものがなかったわけではございませんよ。お、またまたマゼルン出現。ですがこれといったアイテムがないので、封印の杖を合成しておきます。やつめ、厄介なところに地雷を。ここは吹き飛ばしの杖で、安全に行きましょう。ダイヤの腕は、投資の腕輪だったり、しませんよね、残念。お、白紙の巻物が来ましたね。これはうまいです。最果ての道の攻略で、通常プレイでも、大烈風の根絶やしは必須ですので、白紙、もしくは根絶やしの巻物が必要です。また、マップ上どこでも届く炎を吐くアークドラゴン。タイムアタックでは腕は破壊防止や、時間短縮のために一鉄戦車。個人的に、大烈風の次くらいに厄介な、デブートンあたりも根絶やし候補です。む、地味にピンチ。ヤギ司祭の HP 半減は、なかなか厄介です。そしてここでパコレクキンの奇襲。そろそろレベル化力を上げておきたいところです。なんとか切り抜けられましたね。話は戻りますが、白紙の巻物には便利な裏技があり、それが白紙聖域と水亀のコンボです。床に置いた聖域の巻物は、巻物が濡れると濡れた巻物となりますが、床に張り付いた状態のままです。しかし、白紙の巻物に聖域と書いた場合、床に張り付いていても、水に濡れると濡れた状態の白紙の巻物になるため、床に張り付いた状態が解除され、拾うことができ、次のフロアから再利用することができます。こうして、毎回、白紙聖域を使用することができてしまう。便利な裏技です。もちろん今回は仕様を縛ります。これって特殊モンスターハウスですよね。ストーンゴーレムにタイガーウホンってことは、パワーハウス、と、とりあえずスルーです。パワーハウスは気づいたら、ウッコ系に投げられたモンスターに囲まれて袋叩きに遭うのがオチです。
うわー、没シュートになります。うわちょっと、やってしまった。剣豪に盾を弾かれ遠投の土偶で消えるとか初歩的なミスを、なんてことだなんてことだ。残ったのは長巻、お前一人か。行くぞ、知っていった仲間のために。とりあえず階段だ。パワーハウスなんか相手にしてられん。先に進まねば話にならぬ。あれ、嫌な予感が。まさか、まさかね。そのまさかでした。これマジで言ってんの？階段あの中にしかないの？突破できる見込みあるの？持ち物を見ても、突破方法が、白紙の巻物に、聖域、くらいしか浮かばない。ただ、白紙あっても、気が減っといたら詰むかもだし。ままよ。やはり投げてきたか、うほん。しかし通路側までては、遠距離からの攻撃は無理だな、気が減ると。囲まれた。しかし聖域を置けば攻撃はできまい。あれ、なんか下に赤い豚さんがいる。あれ、なんであんなとこから石が。復活がなければ即死だった。まずは周りの敵を倒して、豚に封印の杖を当てなければ。やっぱりダメでした。さて、皆様、ここまでご視聴ありがとうございました。今回のプレイはここで終了としたいと思います。このような結果となってしまい、申し訳ございませんでした。正直なところ、矛の盾を失ったあたりで、プレイングが雑になってたような気がします。次回は、心機一転し、また、最果ての道へもぐっていきますので、応援よろしくお願いします。それでは、また。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。前回は、階段のストライキに遭い、突入したパワーハウスで力尽きました。さて、今回はどのような冒険が待ち受けているのでしょうか。それでは早速、潜っていきたいと思います。うわ、囲まれた。早速、保存の壺を発見しました。この壺の有無は、序盤の満腹度問題に大きく影響します。象牙の剣来たー。象牙の剣といえば、高い攻撃力に、錆びない効果です。メイン剣完成までのつなぎとしては、かなり優秀な剣だと思います。洞窟マムル川来ましたね。これは買っておかねば。ダッシュ中に接近されることのないよう、慎重に向かいましょう。なかなか来ませんねー。そして、2回にして早くも空腹に。いや、おにぎり1個なら安いもんだ。やつめ、来たな。高飛びか。しかしこれで倒す手段が木の矢しかなくなってしまった。この感じ、ヤスが再び現れたな。これだけ距離があれば、いける？やったぜ。毒矢が、ただ洞窟も枯れたし、問題ないだろう。
段はフロアの迷路部分はスルーだけど、なんとなく回ってみよう。収穫は、草一つか。まあいいでしょう。金の盾、来たー。ということで、今回の一期一会縛りの相棒は、象牙の剣と金の盾の、詐欺ないコンビに決まりました。因数が4というのは、若干心細いですが、象牙の剣は高い攻撃力を誇ります。そして何より、剣盾両方の印が使えるありがたみが、当たり前。そりゃまあ、わざわざ両手武器使う人なんて、そうそういませんよね。アイアンヘッドの頭とか、槍は、ロマンは感じますが。お、識別の壺が出ました。序盤では、保存の壺に並ぶ重要な壺だと思っています。ついに、この冒険での1店舗目を発見しました。足軽丼に、乗り移り状態なのでとりあえずスルーしましょう。いいところで、握り見習いが寝てました。これは、おにぎり量産とレベル上げを兼ねて、握り元締めに来ていただきましょう。うお、あぶね。もしも、この辺で、うっかり落とし穴なんて踏んだら、迷わずリセットです。満腹度がまずいので、一旦、親方に握ってもらいます。多少グダグダしましたが、なんとか元締めさんに来ていただくことができました。とりあえず、この辺で良いでしょう。最後は元締めさんから経験値をいただきたいと思います。おにぎりにされた瞬間はヒヤッとしましたが、無事、おにぎり確保とレベル上げを達成しました。それではそろそろ、店内の物色といきましょう。ここでの目星商品としては、400ギタンの草、場所替えの杖あたりでした。とりあえず購入を済ませ、泥棒準備へと移ります。まだ序盤で十分なアイテムもないので、ここは王道の一つである、場所替えの杖を使っていきたいと思います。店の外から、順番に場所替えの杖を振り、店主を同一の通路に、離していきます。というわけで、1店舗目での泥棒に成功しました。正直、この辺の階層での泥棒を、確実に決めるのは、なかなか難しいです。理由としては、アイテムやその識別が十分でないこと、低レベルでは、ンブバがきつい等々です。ただ、少ないアイテムの中で手段を考えたり、序盤だからこそ色々挑戦できたりするので、面白さは大きいと思います。おや、ここで2階層連続となる2店舗目を発見しました。冒険が順調なので、丁寧に罠チェックもしていきます。冒頭のような事態は避けたいですからね。ははは。これだけ広いと、骨が折れますが、大砲の弾をうまく使っていきましょう。あ。いや、決して最後面倒くさくなって、鉄塔にダッシュしてたわけじゃないですよ。たまたま B ボタンがカチッと。何にせよ泥棒はしやすくなりました。怪我の功名ですよ、やりました。完全勝利です。落とし穴なんてない落とし穴なんてない。落ち着きましょう。
やまびこの盾がありました。先ほど、千義丹の欲聞き層も拾いました。これはかなり美味しい店ですね。若干アイテム欄が苦しくなってきました。収穫が多い分、死者選択が難しいですが、有料店ゆえの、嬉しい悩みです。さて、ここでも懲りずにダッシュで有用な罠を探します。落とし穴なんてくれば最高ですが、結局、爆発落ちで終わる、と。さて、そろそろ泥棒に参りましょう。今回はこの丸次郎兄に乗り移り、階段への道を開きましょう。ちなみに満腹度が尽きたので、グダグダしている猶予はありません。ここだ。なんとか、切り抜けることができました。これで2回目の泥棒成功です。なかなかいいペースではないでしょうか。そして、先ほど拾った、濡れた巻物に白紙の巻物がありました。素晴らしい引きが続きます。そして、入れるタイプの杖まで来ました。今すぐタイムアタックに切り替えたいくらいの引きの良さです。ついにここで、草投げの杖、力の草、欲聞き層の、力ドーピングに向けた3枚が揃いました。数回先の対象鈍化、店長を利用して、早めに力を上げていきたいところです。それでは、しばらくプレイの方が落ち着くので、前回までのコメントへの返事をさせていただきます。まずは、皆様の多くの再生、コメント等々、誠にありがとうございます。今後の励みにして、頑張っていきたいと思います。それでは、まずはこちらのコメントから。おかんが切ったみたいな髪型してんよ。こちらはパート1にていただいたコメントですね。パート2編集後にこのコメントを確認して、大爆笑しました。確かに違和感を感じたので、パート2の動画出力前にゆっくり試練に修正を加えました。ただ、書き直すのが面倒だったので、各レイヤーのサイズ調整を繰り返し、顔と各パーツのバランスを変える程度でした。それに関してパート2でいただいたコメントがこちら。試練、ダイエットに成功。いや、もう、これまた大爆笑ですよ。完璧に的を射ているんですもん。腹筋がいくつあっても足りません。それでは、次のコメント。大烈風は有効な杖が多いから慣れれば怖くないよ。水ガメがあれば意外と戦える。大烈風の根絶やしに対していただいたコメントですね。確かに先日プレイした際、思い切って戦ってみたんですが、意外と戦えるもんなんですね。タイムアタックだと対処に時間がかかるのもあって、思考停止で根絶やししてましたが、今回の縛りだと、他を優先しても良さそうですね。普通の装備なら。それでは、次のコメント。動画としては上手いけど軽率すぎる、丸丸した方が良かったのでは。こちらはパワーハウスの対処に関するコメントですね。全くその通りです。盾を失ってからは、完全に焦りっぱなしでした。ちなみに、パワーハウスに入った際、階段が部屋にあれば、白紙爆睡と決めていました。しかし今回はなかったため、白紙聖域を選びました。実は心の底で美味しい展開とか考えてたのは秘密。それでは、最後のコメント。次に行きたい。ありがとうございます。今回のプレイは、まだ冒険途中ですが、良い引きだったので動画化しました。何とか、ネタにもならないような結末は、回避したいと思いながらプレイをしております。一応、この縛りについても、コンボウと、幸せの盾で75回までたどり着きました。雑プレイすぎて動画としては見せられませんが。ですので、今回の冒険の結末はわかりませんが、クリアについては不可能ではなさそう。とだけ、お伝えしたいと思います。コメント返信は以上です。改めて、多くのコメント、ありがとうございました。さて、プレイの方では、ガマグッチに向けて放った砲弾が、バネによって異次元へと送り出されていったところです。また、ミスターブーンがやや多めに出たため、力の草も順調に増えております。
を、混ぜるんがいましたね。早速、やまびこの盾を合成していきましょう。これで、金の盾に、山、印が加わりました。これによって、厄介なゲイズや、パオウケイに、強く立ち回ることができます。茶色い草を識別したところ、復活の草でした。これで、ボンミスへの保険ができました。そして、マゼルン発見。盾に音切り層を合成しましょう。盾が順調に育ってきてますね。この調子で剣の方も、妖刀かまいたち、回復の剣あたりは、早めに合成していきたいです。そういえば、この辺りは対象ゾンが出るので、頃合いを見計らって、力を上げていきたいのですが。来たー。幸せ草を借りつつ、利用して復活の草を量産しましょう。のはずが、テンション上がって倒しすぎました。仕方ないので、復活の草をせめて一つは確保しておきましょう。ともかく、これで復活の草は2本になりました。これなら、豚のいないパワーハウス程度なら、なんとかなりそうです。ついでにジャイロさんが、おまけを持たせてくれました。これはもう、序盤の手持ちじゃないですねー。それでは、力ドーピングに向けて、対象ドンを探します。なかなか出てくれなかったので、カットします。ようやく対象ドンが出てきてくれました。いらん時はやたら出てくるくせに、必要な時はなかなか出てくれないようです。ここは、爆睡の巻物を呼んで、寝ている間に反射能力を使って、力上げに貢献していただきましょう。今回のドーピングで、力が27まで上がりました。これだけあれば、しばらくは戦っていけるでしょう。ついでに欲張って、殿様丼に杖投げをした結果、危うく痛い目を見るところでしたが、なんとか免れました。さて、冒険の途中ですが、そろそろお時間ですので、今回はここで締めさせていただきたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。それではまた。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。猛暑日がいつまで続くかという話題から、次の晴れの日はいつだろうという話題に変わってきた今日この頃、皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、前回から心機一転、象牙の剣と金の盾をお供に据え、新しい冒険が始まりました。復活の草の量産に、力ドーピング、そして盾には、山、の印と、素晴らしい引きが続いております。今回もクリア目指して頑張っていきますよ。ちなみに今回は、撮影動画の尺の都合で、時間が短くなっております。さて、いきなりですが、コメント返しを行いたいと思います。まずは、こちらのコメント。まあいいでしょう。てうぷ主はぷよらーなんか。いえ、ぷよぷよはやったことないですね。これはうぷ主の単なる口癖です。ぷよぷよのキャラの口癖なんですかね。次のコメント。もっと稼ぎプレイをした方がいいのでは。全くその通りです。ただ、やりすぎるとぬるくなりそうなので程よい線引きを考えた方がいいですね。まあ、本当はがむしゃらにクリアを目指すべきなんだろうけどな。最後のコメント。
できればモンハウ殲滅の強制も縛りに入れてほしいけど、低層じゃ厳しいかな。なかなか面白そうですね。コンプレイには反映できませんが、次があれば考えてみます。とにかく、ここで一番やってはいけないのが盾の紛失。死んでも盾は守ります。外しておいてよかった。なんとか切り抜けることができました。それでは、この階も店はなさそうなので、次の階へ向かいましょう。今、倍速の杖に紛れてマゼゴンに進化しましたね。この様子だと、モンスターハウスでしょうか。と、ここで店ですか。これは中身の濃いフロアになりそうです。お、復活の草ですね。これまた美味しいです。忘れないうちに、罠チェックもしておきましょう。もぐもぐ。もぐもぐ。やまびこの盾におにぎり、復活の草に素早さそうとは、なかなかいいお店ですね。変化の壺があったので、いらなそうな毒消し草を入れたところ、成仏の釜に変わりました。さて、そろそろフロアの探索を済ませましょう。マゼゴンも出てきていたので、要注意です。うお、倍速マゼゴン。反射的に乗り移りの杖を振ってしまいましたが、マゼゴンならアメンジャも安心ですね。ここがモンスターハウスでしたか。バットカンガルーの無差別倍速の杖テロのおかげか残りのモンスターは少ないですね。せっかくなのでマゼゴンで残りも倒しておきましょう。ここで一つお詫びがあります。ここからしばらく、マゼゴンで天守にちょっかいをかけておりますが、すでに、泥棒で乗り移りの杖が使用済みであることを、完全に失念しておりました。この後、泥棒前に気づいたので、乗り移りの杖による影響がほぼない形で、泥棒を遂行しておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。さて、アイテムが充実していることもあり、アイテム整理が大変になってきました。引きがいいゆえの、嬉しい悩みですが、そろそろ次の保存の壺が恋しいです。とりあえず、いらないアイテムは、容量の空いている変化の壺に放り込んでしまいましょう。お、たまたま読んだ巻物が、大部屋の巻物でした。今回は大部屋泥棒と行きましょう。店内には目星商品は残っていないので、落とし穴があってもいいように、素早さ相応の中に入れておきます。これで落とし穴を踏んでも、店内のアイテムを使用したことになるので、泥棒成功というわけです。おや、食べられるがいるようですね。この辺まで来たら、さほど問題ないでしょう。さて、手持ちの2識別アイテムを識別していきますよ。400ギタンの草に、薬草まで出ました。これは回復の剣の期待ができそうです。さらに所持品を売って、他店で根絶やしの巻物が買えるよう、現金を確保しておきます。識別が済んだら、せっかく来てくれた一鉄戦車を利用して、階段に向かいましょう。3回目の泥棒が成功したところで、今回は終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。すっかり秋らしい天候になりつつある今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。10月に入り、考えてみると今年もあと2ヶ月なんですよね。月日が経つのは早いです。やることが多くて嫌になりそうな日々ですが、今回も頑張っていきますよ。お、いきなりトドの盾発見。持ち物枠が結構厳しいですね。ここは残り回数が少ない、乗り移りの杖を置いていきましょう。最果ての道では、基本的に、盗っ人時計は出現しませんが、キャンドラーが、壺の中身やラインを消しに来るので、それを防ぐために一役買ってくれます。回復の剣や、山彦の盾の縁は、消されると致命的なので、ぜひとも合成しておきたいですね。ところで、印を消すといえば、土砂降り坊主がいますが、メッキの巻物の金、印があると、身代わりとなって守ってくれることを、つい最近知りました。メッキの巻物は、基本的に腕は用としか考えていなかったので、これには驚きました。さて、このフロアは、特に店もないようなので、どんどん先へ進みましょう。お、混ぜもんが来ました。手元には、おとぎり草、薬草、400ギタンの草。混ぜもんにして、一気に回復券ゲットです。とりあえず、こいつにはしばらく眠っててもらいましょう。いや、今の状況なら、回復券ができれば復活の草の一つくらい。油断して復活の草を使用した挙句、400ギタンの草が萎縮症だったとは。いいとこに混ぜるんが寝てますね。さっき拾ったトドの盾を合成しちゃいましょう。いやー、ドレインバスターの縁なしで、くねくねハニーを一撃ですか。これは気持ちいいです。対象を選ぶ巻物が、壺系の巻物かと思ってたら、吸い出しの巻物でした。危うく貴重な巻物や食料を、吸い出すどころか、水辺に吸い込まれるところでした。お、またまたマゼモン登場。今回はモンスター運もいいですね。残念ながら回復の剣は、まだできそうにないので、成仏の釜でも混ぜておきます。そして、封印の杖を振ってますが、封印すれば、合成後のマゼモンの強さが戻ると勘違いしてますね。いやー、お恥ずかしい限りです。あ。ああ。復活の草に保存の壺。水枯れの巻物がなければ即死だった。さて、マゼモンにやたら出会うのはいいとして、そろそろ合成するものがないですね。白紙の巻物で、因数を増やしてもいいんですが、緊急要件、根絶やし用として一本はキープしておきたいです。そして氷フロアですね。店はないですし、面倒なので、さっさと次へ進みたいところです。二
通のモンスターなら、滑ってるだけで負けるんですが、遠距離系がいると厄介です。仕入れ直しか。もったいないな。それでは、この辺でコメント返しをしたいと思います。まずは、このコメントから。この動画見て久々に試練やってるわ。応援してるよ。ふ、また一人試練者を蘇らせてしまったか。冗談はさておき、この風来の試練2ですが、去る9月27日に、発売15周年を迎えたそうです。ファミコンのソフトなど、上を見ればきりないですが、15年遊べるソフトというのはすごいですね。私もこのソフトの魅力を少しでも伝えられるよう、頑張りたいと思います。それでは、次のコメント。試練ごとか、やってます。うぷ主は試練2しかやってないですね。未だに試練2で十分遊べているのと、新しいシステムについていけるか不安なもので。ただ、つい最近、何か新しいゲームをしようと思って、試練5を買おうか悩んだ結果。ポケダンを買ってしまいました。両者とも気になってはいたんですけどね。価格の安さに惹かれてしまいました。試練5の方も、お金と時間に余裕ができたらやってみたいと思います。それでは、次のコメント。縛りと復活の関係で命より盾の方が重いしな。おっしゃる通りですね。まあ、ここまで復活の草が集まることは、そうそうないですが。かといって、復活の草縛りなんてリクエストされても答えられませんからね。さあ、どんどん行きましょう。次のコメント。罠チェック踏まないとは言ってない。うん。動画化予定のプレイで、こんな雑プレイをしてるあたり、性格的にはローグ系に向いてないのかもしれませんね。とにかくクリアできればいいんですよ。ははは。それでは、次のコメント。見とるでーアップオツ。オツ、次の楽しみにしてる。ウポツ、いや、オツ、とうとう、本当にありがとうございます。投稿が不規則になってしまい、大変申し訳ないですが、頑張って投稿していきたいと思います。米返しは以上です。皆様、ありがとうございました。さて、冒険の方では20回まで到達しました。次の回から、しばらくマゼルン系とはお別れとなります。個人的には、この辺りから、最果ての道攻略における、一つの山場だと考えています。22回からは、パオパオウ、毒サソリ、ドラゴンといった、厄介なモンスターたちが集結します。特にこのパオパオウが厄介で、鈍足状態で杖を振られると、麻痺状態となり、一方的に殴られます。普通にプレイをしていても、鈍足、麻痺、殴打、のループではめられる。なんてよくあることです。そして25回からは、スカイドラゴンをはじめとする、強力なモンスターが出始め、一気に敵の強さのインフレが加速します。そのため、ここに到達するまでに、山彦の盾、陰の合成、力ドーピング、回復剣、あたりは揃えておきたいです。ちなみに、今回の冒険では、回復剣があと一歩、という段階ですが、複数の復活の草や、白紙の巻物所持などを考慮すると、90点を上げられるでしょう。あとは、アイテム枠拡張のために、保存の壺が欲しいところですね。中盤以降、まともに殴り合うのは危険なので、杖などの、敵をかわせるアイテムを、少しでも多く持っておきたいです。本題の泥棒は、まあ、なんとかなるでしょう。さて、特製おにぎりの効果で、識別可能になったところに、変化の壺が来たので、木の矢を入れてみましたが、微妙なラインナップですね。消費できるアイテムはここで消費していきましょう。さて、皆さん、下の残り時間をご覧ください。
そろそろお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、なんと今回。泥棒しません。いやー、この動画の趣旨って何でしたっけ？ってくらい薄い内容でしたね、今回。ちょっとした雑談会や、装備品強化会だったということで。さて、冒険は、これからいよいよ山場に突入していきます。果たして、迫り来る強敵を倒し、最果ての道をクリアできるのか。ゆっくり試練の冒険はこれからだ。それでは、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆様、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、また。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。カレンダーを見ると、今年も残り2月を切ろうとしている今日この頃。皆様、いかがお過ごしでしょうか。うつ主は研究が佳境に差し掛かり、忙しい日々を送っております。そのため、皆様にはお待たせしてしまい大変申し訳ございませんが、今回も頑張っていきますよう。うお、開始早々いきなりモンスターハウスですか。しかも、鬼サソリに毒もらってたら結構ピンチでしたよ。ただ通路に出てしまえば問題なし、きっちり片付けていきましょう。残党狩りの様子は、2倍速でお楽しみください。こういう時に火柱の杖は役立ちますね。倍速の敵の処理にも有効ですし。いかに一本。火柱の杖。さて、それではアイテム回収に向かいましょう。ゾワゾワの巻物以外はパッとしませんねー。細い壺は草を入れても変化がないので、合成の壺あたりでしょうか。さて、このフロアもやることがなくなったので、次のフロアへ向かいましょう。お、待望の保存の壺が出ましたね。ありがたやありがたや。しっかりアイテムを整理してから進むとしましょう。しまった、召喚の罠か。仕方ない。恐怖と背中痒くなりますよ。さっきのモンスターハウスもそうですが、こういうところを見ていると、そろそろ、3、の縁が欲しくなりますねー。あのニック寄贈をワンパン、ドラゴンもツーパン、これは強い。おや、このアイテムは怪しいですねー。ひだてん。まさか、ゴーストハウススター。ダイレップはまずい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 。よし、やつはいないな。ズル吉さえなんとかすれば。ひとまずは助かりました。さすがにここまで揃ってると、変なやつさえ出なきゃそこそこ戦えますね。戦利品はパッとしないですねー。変化の壺くらいでしょうか。お、一つ目殺しが出ましたね。
これは剣の強化ができていない現状で大きな収穫です。持ち物枠もやや厳しいので、合成の壺識別も兼ねて、目、印を合成しちゃいましょう。これで25階からのスーパーゲイズや、ストーンゴーレムと戦いやすくなるでしょう。さて、やってきました25階。ここまでのいやらしい敵に加え、単純に火力の高い敵が現れます。縛りのない通常プレイをしていても、ある程度強化できていないとこの辺で、自利品になって大抵やられます。特にスカイドラゴンは、攻撃性能が高いだけでなく、耐久力も高く、特攻武器も入手しづらいので、一筋縄ではいきません。お、今回は3番で倒せましたね。これで回復の剣の印があれば、そこそこ戦えるんですけどねー。うわ、またモンスターハウスか。しかもでかい。こういう時の、火柱の杖ですね。ドラゴン系のドロップ品が燃えたのは痛いですが、致し方なし。さて、強敵の増えるフロアではありますが、見せ場が少ないので、この辺でコメント返しをしたいと思います。まずは、このコメントから。秋らしい天候、終われ。確か前回の動画作成に着手した時は、すごく穏やかな天候だったのに、ちょうどオープンした日は、台風かなんかで大荒れだったんですよね。ただそれを差し引いても、今年は残暑も厳しくなくて、過ごしやすかった気はします。それでは、次のコメント。試練通できる友達が欲しいわ。DA やってるけど誰も共感してくれない。その気持ちわかりますねー。経験者の友達はいますけど、最果てはミクリアみたいですし。やっぱりレベルを積み上げる RPG と違って、毎回レベル1から始まって、その時の冒険の流れを楽しむローグって、遊ぶ人を選ぶんですかねー。個人的には、低層ループしながらいい流れを引き当てる、いわば冒険源泉も、結構好きなんですけどねー。それでは、次のコメント。リメイク欲しい？欲しくない？非常に欲しいです。Wii のバーチャルコンソールが始まった頃に試練を出すかもみたいな話題があった気がしたんですけどねー。可能なら、ビータか 3DS で外出先でも、思う存分やり込みたいくらいですね。それでは、次のコメント。買うとしたら DS 版とビータ版どちらを買うのですか？ビータ版だと追加要素があった気がしたのでそっちですかねー。ただ、どっちも録画環境ないんですよね。どんどん行きましょう。何十年やってても斜めダッシュが安定してできないやつもいてるから平気平気。私のことですね、わかります。人気がないからこそこうやって個人に米返しできるっていいよな。これからも細く長く頑張ってちょ。もともと、イカとか何たらメーカーみたいに需要のあるゲームではないですからね。前回のコメントでの会話を見てても思いましたが、ひっそりと仲間内でワイワイやるような感覚でやっていけたらなぁ、なんて思ってます。なので、周りに試練を語れる仲間がいなければ、DA 自慢でも独自の攻略法でも、好きなように語っていってください。試練やったことないけどやりたくなってきたなぁ。次も見るよ。なんと、試練未経験の方も見てくださっていると、これまた非常に嬉しいですねー。あなたもぜひ試練ジャーになっちゃいましょう。コメント返信は以上です。皆様、多くのコメントありがとうございます。さて、冒険の方では、何度か危うい場面はありましたが、27階までたどり着いています。ついに店発見です。なんとか今回は泥棒縛りがタイトル詐欺にならなくて済みそうです。さてさて、まずはフロアを開けてきましょう。おや、マゼモンがいますね。ダメ元ですが、手持ちの青い草で回復の剣ワンチャンいってみよう。
ぱりこの辺のモンスターは強いですね。これだけ強化してても、すぐゲージが真っ赤ですよ。フロアが空いたので、ここでアイテムを物色します。今回は仕入れ直しもあるので、期待していきましょう。やまびこ。Y として、まずは400ギタンの草が出ました。ここで仕入れ直します。まずは保存の壺ですね。先へ進むほどアイテムがあって困ることはないので、ありがたいです。さらにメッキの巻物に、白紙の巻物まで。これはいい店だ。ここでちょっと強行するので、4倍速&カットで失礼します。ここは、せっかく目薬草を使ったので、大洪水の罠を使用していきたいと思います。階段は天守に塞がれましたね。さて、次の一手を考えねば。ちなみに、ここではドラゴンを待って、火を天守に当ててもらい、天守の引き寄せを狙っています。おっと、風も出てきたので、別の手段を考えた方が良さそうですね。と、マゼモン発見、周りに敵はいますが、さっき店で入手した草で回復の剣チャンスです。やったぜ。火を吐く竜を待ってはいたが、スカイドラゴン、お前じゃないんだ。退化はさせたが、失敗か。そろそろ時間も危ないので、安全策で行こう。暗い戦場。今、必殺の。あなたはだんだん痒くなる。さて、前々回以来の泥棒が決まったところで、今回の動画を終わりたいと思います。皆様、ご視聴、ありがとうございました。それでは、また。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。12月も終盤に近づき、今年の終わりが見え隠れする今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウプ主は、なんとか一つ山を片付けたと思ったら、いつの間にか三つくらい増えていた、そんな感じの日々を過ごしています。目の前の山には目をつむりつつ、今回もやっていきますよ。さて、画面では、見えてる大型地雷をわざわざ踏んで、赤くなっていますが、所持品、ステータスともに順調です。その証拠に、スカイドラゴンが2発。これは向かうところ敵なしですね。なんてことを言ってたらマゼモンがいますね。せっかくなので、前回完成した回復剣を合成していきましょう。回復印が加わり、これで怠慢ではそこそこ戦える装備になりました。またマゼモンですか。混ぜるものが杖くらいしかないですねー。仕方ないので、空振りの杖を混ぜておきましょう。嫌な土偶が。ここで装備外しの罠か。ここは安全策で行こう。なぜそこで倒す。まったく、こういうところで不用意にダメージを食らうから、終盤で自利品になるんですよ。それにしても、縛りプレイなんだから、もう少し丁寧にプレイしたらいいのに、このウプ主と来たら。
まあ、それでもこの装備とステータスなら、多少の雑プレイでも許されそうですがね。この辺のフロアなら。ここでさらっと大部屋呼んでますが、黄金狙いに残すのも手だったかな。まあ、泥棒で使用済みなので不要ですがね。さて、いよいよ30回です。最果てに挑んだプレイヤーなら、誰もが憎むであろうやつが来ますよ。とはいえ、大体のプレイではさっさと根絶やしちゃってたり、遭遇しても寝てたりと、意外と致命的なところで遭遇しないこともあるんですけどね。さて、ここからしばらく間が空くので、コメント返しといきましょう。と、その前に、今回は投稿までに2ヶ月近く空けてしまい、大変申し訳ございませんでした。1日のうち、30分でも動画作成に当てられればもう少し違ったんでしょうけど。さて、それではコメント返しを。まずは、こちらのコメントから。うぼつ。こちらこそ、毎回ご視聴ありがとうございます。そういえば、気がついたらパート1の再生数が、2525再生を超えてて驚きました。さらに、コメント数も、思っていたよりたくさんいただいており、嬉しい限りです。これからも、よろしくお願いします。それでは、次のコメント。プレイ自体はもう終わってんの、さすがに日焼けながらプレイはだれる。ネタバレ防止のために詳細は伏せますが、ご指摘の通り、まだ終わっていません。ため取り分が終わったら、また練習して、モチベーション上げて、頑張らないとな。それでは、次のコメント。カジッカヒ、僕は消火器がいいです。そんなこと言ってると、家を出た先がモンスターハウスになってても知りませんよ。消火器じゃ倍速の敵の足止めはできませんからねー。次のコメント。こういう時に限ってアイテムを落とすモンスター。まったくいやらしい限りです。くねくねハニーに踊られまくって、リセットを考えてる時はドロップするくせに、ドレバスで余裕でワンパン取れる時なんかは、逆に全然ドロップしなかったり。物欲センサーが良い仕事しやがります。次のコメント。あ、知れんね。聞いたことはあるわ。これが多いこと。ストーリーというかメインのとこクリアしたら、満足する人って多いからね。まさにこれですね。ウプ主もストーリークリアして満足してるゲームも多いんで人のことは言えませんが。次のコメント。変身コーナースコ、アットホーム系動画好き。ありがとうございます。どんどん返していくので、皆さんもどんどんコメントお願いします。試練の動画見てると試練やりたくなる現象。さあ、64セットして、今すぐ試練を始めるんだ。最果てやってたけど、いつもモンツボだよりだったな。マルチチあたり捕まえれば便利ですよねー。私は運よくモンツボ引けたら、しびれサソリとかパオパオウーンあたりを捕まえますね。ただモンツボ使うと、どうしてもテンポが悪くなるのが。スーファミ初代試練、64の2、DS の4、5はおすすめできる。なるほどなるほど。3だけは買ってはいけないと聞いたことがあります。それにしても、そこまでこのシリーズをプレイしてるとは、なかなかのベテランシレンジャーですね。久しぶりにやってみたけどすぐに死んでしもうたけどやっぱり面白い。理不尽なやられ方をしてやる気をなくしても、次の日には、またコントローラーを握ってしまう不思議。そんな魅力があると思います。大型地雷は次の機会にとっておくの。コメントですでにご指摘もありましたが、天守は倒さない縛りなのです。テケテケテン、の音なしで泥棒と言えるのか。次は番犬から逃げ回るガチの泥棒してほしいな。泥棒にもいろんなパターンがあるんよ。お金払わないで持ち逃げするから泥棒でしょ。一応、今回の縛りでは、お金を支払わずにアイテムを持ち出したり、使用することを泥棒としています。確かに、テケテケテン、がないとちょっと物足りない気もしますけどね。それにしても皆さん、
ド S ですねおつ、おつ、次も楽しみにしてる。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。コメント返しは以上です。皆様、多くのコメント、ありがとうございます。さて、動画時間の 1.3 以上がコメント返しになってることはさておき、なんとか35回までたどり着くことができました。いよいよレベルとフロア数が逆転し始めてきましたが、相変わらず順調に回を進めています。そして無駄に倒されるまでもん。まあこの辺まで来れば仕方ないですね。ここで、本冒険5店舗目となる店を発見しました。まずは店内の罠チェックから。それにしても微妙な品揃え。緊急用の爆水を確保できるだけ良しとしましょうか。お、草投げの杖がありましたね。まだまだ先は長いので、力やレベル上げに一役買ってほしいところです。うわ、ベロられた。もう少し慎重に頼みますよ。ちょっと、罠チェックがバガバすぎですよ。さて、フロアは空いたので、泥棒の方法を考えていきましょう。使用済みアイテムそのものは、まだそこまで多くないものの、ほぼ確定で泥棒できるようなアイテムを、序盤で使用しきってしまうと中盤以降苦戦しそうなので、この辺のアイテムが重要になります。多分。そのため、まずはアイテムを使わない方法で行ってみましょう。このフロアには、幸運にもマルチチがいます。そして、手持ちには転ばぬ先の杖があるので、安全に吹き飛ばされることができます。作戦変更です。思い切ってアイテム使っちゃいます。さて、それでは店の爆水を拾って。飛んでけー。何はともあれ、5回目の泥棒成功です。まだ36回であることを考えると少々不安は残りますが、まあ、なんとかするしかないですね。それでは、今回はこの辺で終わります。皆様、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。そして、良いお年を。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。そして、1月ももう後半ですが、皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。今年はうぷ主の人生史上、最も忙しくなることが予想されておりますが、頑張って動画投稿していきたいと思います。さて、今回は、最後のためと利分である関係で少々短めの動画時間となっておりますが、果たして生き残ることができるのでしょうか。カッパめ、余計なものを。しかもこんな時に限って神かい人は。ナシャーが、今お前に構ってる暇はな。まったく、これだから静止炉は嫌です。
嫌がらせ以外の何者でもない。階段さん、待て待てー。階段さん、待て待てー。あーもう、鬱陶しい。火柱で燃やしてやる。このステータスでも、囲まれると怖いですねー。3、の縁があれば楽勝なのに。地味に、眠り、の縁が仕事しますね。発動はランダムなので安定はしませんが、良い仕事してくれるので好きだったりします。お、変化の壺ですね。不要なアイテムはどんどんしまっちゃおうねー。ここでフロアを全部開けずに階段を降りてますが、投資土偶で店がないことは確認済みです。まあ、フロアを開けるのは努力目標なので、多めに見ていただけると助かります。ナシャーガニ対価。ここは安全に行きましょう。これは本物の聖域の巻物のようですね。まあ、持っていけないんですが。む、よりによって、手放せずの土偶か。相変わらず、塩やん系は面倒です。いよいよアークさんが本気を出してきましたね。こうなるとちょっと厄介です。くそー、アークめー、炎なんて捨ててかかってこい。なんとか被害はほぼゼロで捕捉できました。これでひとまず安心です。このフロアのマップは、単純な一本道ですが、迷路がある地形で出会った時にはもうね。ここで6店舗目の登場ですね。まずは左下の部屋から開けていきましょう。根絶やしうまうま。乗り移りの杖もありますね。そこそこいい店ではないでしょうか。さて、泥棒本番まで加速タイムです。良いところでマルチチを発見しました。ここでうまく、一人目の店長を店外へ誘導できましたが、二人目をどうするか考えていませんでした。二人目の店長の位置取りから、左から馬武者系の銀の矢が飛んできたとしても、厳しいように見えます。そしてついに、誘導したはずの店長に、店に帰られてしまいます。ここで気持ちが折れた試練は、爆破の巻物を投げ、撃った後、店を後にします。そして階段の上で、おもむろに剣を振るうと。というわけで、無事に6店舗目の泥棒が完了したところで、今回のプレイを終わりたいと思います。さて、毎回ご視聴していただいている皆様は、もうお気づきでしょうが、今回、まだ米返しをしておりません。というわけで、今回は別コーナーとしてやっていきます。まずはこのコメントから。
投げる1回分減るけど、残り回数確定するから計算しやすいよね。杖振って嫌なのが、肝心な時に残量がなかった、ということなので、1回分で識別できるなら安いもんです。そもそも投げても当たらないから、投げの1回くらい問題ないです。公式で初代 TA 大会はあるのに試練2 TA 大会がないのはおかしい。確かに鬼ヶ島 TA 大会とかあってもいいですよね。そういえば、生放送の試練2コミュでやってた大会、最近見ないなぁ。半日でも間隔空いたらどんなに状態が良くてもリセットするわ。はい、私も TA ならそうしてると思います。ただ今回はタイムを気にせず、時間をかけれるから。試練で卒論書けるなら書きたい。これいいですね。開かずの間の破壊的素潜りチャートとか面白そう。皆さんならどんなテーマにしますか？アイテム個数の縛りなどをやってみてはどうでしょうか？必要なアイテムの厳選など、面白そうな縛りですが、現状の泥棒縛りでは厳しそうですね。逆に初代は力は重要じゃなく、盾の修正値が重要。なるほど。試練2しかやったことのない私は、試練イコール力ゲー、という思い込みがあったので、これにはびっくりです。良いお年を。ありがとうございます。皆様はどんな新年を迎えられましたでしょうか？ちなみに私は、地元の神社で引いたおみくじで、大吉をいただきました。ただ、あまりの参拝客で、お参りができなかったため、ご利益があるかはわかりません。そして、嬉しいことがもう一つ。なんと前回の動画に、広告をいただいてしまいました。あまりの嬉しさに、スクショまで撮ってしまいました。まさか自分の動画に広告がつくとは。本当にありがとうございます。また、動画投稿を始めて以来、地味に増え続けているお気に入り数や、以前の動画の再生、コメント数など、嬉しいことばかりです。今後もペースはゆっくりですが、頑張っていきたいと思いますので、今後とも、よろしくお願いします。といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆様、次回の動画でお会いしましょう。それでは、また。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。2016年が始まり、気づいてみれば年度末。皆様、いかがお過ごしでしょうか。うぷ主は、山積みだった課題を9割が終え、学生生活最後の春休みに入ることができました。一人旅とか、ゲームとか、ガンプラとか。いろいろやりたいことがあって、今からワクワクしています。もちろん、動画制作の方も張り切って頑張りますので、よろしくお願いします。さて、前回で取りため分が終わり、今回から続きをプレイしながらの動画投稿となります。なんと、丸半年明けてのプレイとなります。普通じゃありえませんね。で、この時のうぷ主、久々に握る64コントローラと緊張で、腕プルプルとなっております。したがって、途中、グダグダシーンが畳みられるかと思いますが、ご了承ください。冒険の方は、いよいよ40回を迎え、アークドラゴンの影に怯えながら先を目指しております。お、透明の杖ですね。一時しのぎには使えそうなので、取っておきましょう。さて、すべての部屋が空いたところで、次へ向かいましょう。うわ、大部屋のモンスターハウスか。熱い。いやいやいや、ここでアークさんはまずいっすよ。迷路上のマップじゃないだけマシとはいえ、この四方から敵がやってくる状況では。とりあえず、遠距離から杖振ってアークさんをなんとかしましょう。ああ。そうだった。この辺には魔法を反射する、エスカルゴンさんもおるんやった。よし、ひとまずアークさんを捕捉した。この体力なら、殴り倒せるはず。
よし、あとは階段へ向かうだけですね。アイテム回収したいけど、カッパがいて事故るのが怖いです。勘弁怖い勘弁怖い。うおーおお、保存の巣できたー。これでアイテム枠事情が緩和されます。終盤で自利品になるのが目に見えてるので、少しでもアイテムを集めておきたいです。お、復活の草もありました。余裕に見えて、復活の草はこれでもまだ3枚しかないのでありがたい。そろそろ潮時でしょう。階段へ向かいます。勘弁怖い勘弁怖い、うお、分裂した。潮やだん、潮勘弁は、一撃で倒せればいいんですが、そうでないと分裂されて厄介です。中途半端に矢で削るのも怖いですし、土砂降り坊主しかり、封印の杖に余裕があれば、即振りしたいくらいです。せっかく中巣があるので、水上進める敵を待ってみましょうか。いいとこにシャチーダが来ました。場所替え振ってみましょう。ももモンツボ来たー。ま、使えないんですけどね。残念ながらモンスターのツボは、縛り対象アイテムです。この回は、この部屋で最後ですね。次行きますよむ、カッパに高飛び投げられましたね。あいつはたまに、装備品を投げて装備させてくるので、この縛りの天敵です。装備縛りブレーカーとしては、ゲイズに泣かされたこともありましたね。さて、それではしばらく時間が空くので、コメント返しといきましょう。と、その前に、なんとパート7に引き続き、パート8も広告をいただいてしまいました。つまぐろ歯車さん、アメさん、誠にありがとうございます。さて、それではコメント返しを。まずは、こちらのコメントから。出産か？元気な赤ちゃんを産んでくれ。出産で草。出産だったら仕方ないな。どこから出産なんて話が。応援いただいたところ申し訳ないですが、忙しくなるといった原因は、ただの就職です。もちろん出産も人生の一大イベントではありますが、うぷ主はそもそも、結婚の予定すらまだないです。確か、前回動画で最初にいただいたコメントが、この、出産か、で、うぷ主、大爆笑させていただきました。それでは、次のコメント。あれ、毒消しのマンの。あ、死んだからリセットされたのか。はい、復活層でリセットしてますね。本来であれば、第二次力上げ大会に備えて持っておきたいところではあったんですが、あいにく、アイテム欄に余裕がなくてですね。満腹度にも不自由してなかったので、スルーしてしまいました。それでは、次のコメント。本編開始。ということは、今回はおまけ会ですね。次のコメント。あの巻物、中国製だったようだな。なん、だと。ではもし、国産の爆破の巻物、だったら、泥棒失敗だったというわけか。次のコメント。そうなんすよねー、ストーリー RTA 大会とかないですかな、参加希望。ストーリーというと、城作り RTA とかですかね。時間がかかりそうな点をなんとかすれば、なかなか面白そうです。参加希望なんて言わずに、米主さんが開催しちゃってもいいんじゃないでしょうか。チラッチラ。RTA といえば、今月頭の節分に、生放送の試練2コミュで、鬼ヶ島 RTA 大会やってましたね。まあ、うぷ主がその存在を知ったのは、
完全に事後だったので、参加どころか、視聴すらできなかったんですが。コメント返しは以上です。皆様、多くのコメント、ありがとうございました。ところで、うつ主は先日、人生2本目の風雷の試練を買いました。PSP 版の風雷の試練4プラスです。最新版ではなく、これを選んだ理由は、PSP だと録画環境があるからです。まあ、今更このゲームの初見実況しても、あまり需要はないと思うので、動画を上げることはないと思いますが、適当に時間を見つけて、遊んでみたいと思います。さて、冒険の方では、何事もなく、順調に46回までたどり着いています。この通り、死を完全も一撃で倒せるようになりましたが、次の回が最後の出現フロアです。もしドレバスの縁があれば、苦労はしなかったんでしょうが。何気に面倒な配置ですねー。よし、居合は倒した。あとは変なものを投げられる前にカッパを。倒せましたね。これで一安心。得たアイテムは、毒消し層でした。投げられても問題なかったかな。ここでこいつらに囲まれるとは。ここは安全策で行きます。せっかくの機会なので象牙の剣の呪い状態を解除しておきましょう。さて、この回も平和でしたね。次のフロアへ行きます。ここも敵が多いですね。一旦、高飛びで引きましょうか。水辺を背に居合はまずい。どうせ高飛びの無なら、毒草いらなかったような。って封じの壺ですね。最果てで使う壺は、すべて識別済みなので、余計な壺には手を出さないのがベストです。鈍足状態の居合に、出会い頭でもなく、装備を弾かれる奴がいるらしい。さて、そろそろ次へ向かいましょう。ついに土砂降りさんが来ましたか。これまた厄介な相手です。回復、山彦、トド、あたりは、消されると終盤が果てしなくきつくなるので、何としても死守せねば。ここで普通に居合と殴り合ってますが、もし横の土偶が、円筒だったらまずかったですね。うお、怖い。どうやらカッパは壺を開けておけば、そっちを優先するようなので、持ち物には気をつけておこう。ここまで来て装備縛り違反とか、笑えないですよ。ははは。さて、動画の残り時間を、ちらっとしてしまった人はお気づきでしょうが。今回の動画、泥棒機会のないタイトル詐欺会となっております。まあ、店が出ないことにはね。仕方ないですよね。ちなみに、50回前後からは、また敵の顔ぶれが変わっていきます。厄介なのも増えますが、50回から60回は、復活層を落とす、ボーナスモンスター、ミスタージャイロが出ます。そして次回は、アークドラゴンとの最終決戦。
になるのかな、乞うご期待です。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。寒暖の差はありながらも、着実に春の訪れを感じる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。うぷ主は辛い花粉症に悩まされながらも、最後の春休みを満喫しております。さて、前回動画では3月になったら動画たくさんあげるんだ、と意気込んでおりましたが、気づいてみればもう3月も終わり、毎度、皆様にはお待たせしてしまい申し訳ないです。研究の引き継ぎや、一人旅、引っ越しなどに奔走しておりました。あの発言は完全にフラグだったわけですね。結局、前回プレイからまた一月空いてしまいました。そのため、現在進行形で瀕死なのを見てわかるように、敵の確定数やダメージの感覚が全くありません。そのため、敵が強くなってくるのも相まって、冒険の展開が、なかなか面白くなっていると思います。お、早速ジャイロが来ましたね。復活の草、美味しいです。終盤ではいくらあっても足りないので、少しでも確保しておきたい。おや、あのアークさんはあまり熱そうじゃなかったですね。保存の壺ドロップ、非常にありがたいです。むう、居合が来たか。この辺だと、居合とゴスンドールあたりは殴り合いがきついです。ここも土砂降り坊主と殴り合ってるあたり、なかなかブランクを感じますねー。お、また土砂降り坊主ですね。今度はしっかり無力化していきましょう。エスカルゴンの杖反射は、前回もやらかしたはずだよなー。これだから時間を空けたくないんですよ。ブランクって本当に怖いです。かといって、緊張のしすぎのせいで、ここから終わりまでを1回で収録しきるのは、精神的に厳しくなってたり。ちなみに緊張の原因は、泥棒です。どっかの誰かが余計な縛りを設けたせいで、毎回違うアイテムを使用しなければなりません。ここまで有効なアイテムの使用は、極力控えてきたつもりでしたが、意外と安全なアイテムは使ってしまいました。99回の残り半分で、もう6回も店が出たら、正直、途中で積むかもわかりません。うぷ主、店が出ないことを、祈りながらのプレイとなっております。また、厄介なのに囲まれた。ここは安全策で。さすがにこれだけの敵を相手取ると、厳しいですねー。そろそろ力上げしたいなー。おや、久々の氷フロアですか。店の発生しないフロアは、長居せず即降りしていきますよと、言いながら、欲張るとこうなります。さっさと降りればよかったのに。む、ここで AI はまずいな。しっかり対策していきましょう。またエスカルゴンかよ。一体何度同じミスをすれば気が済むんだ。そろそろ学習しろ、うぷ主。ダメージ
は痛いですが、邪魔な片方を倒せました。ジャイロさんの片身はしっかり回収。よし、これで余計な敵は倒せました。長居しすぎた感はありますが、そろそろ先に進みましょう。やっと進みましたね。まあ軽くジャイロ狩りを狙ってたということで。なんか今回、大型地雷多くないですかね。せっかくなので、杖混ぜときます。いよいよ、一徹さんも来ましたね。投資箱の完全装備だと、非常に厄介なモンスターです。ただ、盾に音切り層、地雷なばりの盾、の縁が入っていると、それほど面倒ではないのと、泥棒にも一役買ってくれそうなので、ありがたいです。さて、もう何度目かわからないエスカルゴントラップをくぐり抜けたところで、今回も米返し、行きましょう。まずは、こちらのコメントから。うぼつ、待ってた。追いついた、来たー、楽しみにしてた。皆様、改めてありがとうございます。また追い抜いてしまいましたので、ぜひ追いついていただけると嬉しいです。次のコメント。奇遇ですね。自分も学生生活最後の春休みに入ってます。これは奇遇ですね。今更かもしれませんが、思いっきり楽しんでおきましょう。次のコメント。結婚じゃなかったのか。落胆。残念ですが、違いました。結婚願望はありますが、これがなかなか。次のコメント。見切りあるなら白紙で演数増やして見切りもいいかもね。なんか最果てで白紙の合成はもったいない気がしちゃう。これは今絶賛悩み中ですね。せっかくいい素材があるので積極的に合成したいんですが、今回の冒険で、デブートンと大烈風はね絶やすことが確定しそうなので、現状だと白紙2枚は手放せません。今後白紙に余裕ができれば、といった感じで進んでおります。ただ、ウプ主は、重度のラストエリクサー症候群なので、そのまま持て余している可能性が高いです。次のコメント。勘弁とやだんはほんと名前の通り嫌だわ。勘弁マジ勘弁。40から60回って本当に嫌な敵が多いですね。勘弁、土砂降り、居合、キャンドラー、おまけにアークドラゴンですよ。直接命を取られることはないんだけど、プレイヤーのやる気に直撃する特技を持つ、そんな敵が多い気がします。次のコメント。茶色の草落とさない 30% を引く天才です。お。まあ、落とさない時は本当落とさないですからね。個人的には、10回でヘリコ狩りしながらレベルを上げた茶色は、なかなか落とさないイメージがあります。それはさておき、茶色のドロップ率は 70% なんですね。初耳です。どこかの、吹雪、雷、気合玉の命中率よりは、70% してるような気がします。次のコメント。行商人から奪い取ってもよかったんじゃよ。ちら。行商人泥棒ですか。考えられる方法としては、転び石、転ばぬ先の杖、丸次郎系あたりですかね。もう少しバリエーションがあれば、縛り追加してもよかったんですけどねー。ちょっとこれだとワンパターンになってしまいそうなので、やめときましょう。いやー、残念だなー。最後のコメント。主の初見プレイなら見たいからあげてほしい。そう言ってもらえるのは嬉しいですね。ありがとうございます。4月からは64に触れない期間が続きそうなので、気力があれば作ってみようかな。ただ、
すでにチラッとプレイしており、完全な初見プレイにはなりませんのでご了承ください。まあ、最初のシナリオすら攻略できてないんですけどね。プレイした感想を3行でまとめると、1夜怖い夜怖い。2最初のダンジョン長くない。3いろいろ雑。技名とかストーリーとか。こんな感じですね。良い意味も悪い意味も含めて、試練2慣れしてしまったので、まずは慣れるとこから始めないと。コメント返信は以上です。皆様、多くのコメント、ありがとうございます。さて、冒険の方は、いよいよ59回まで来ました。デブーチョとゴスンドールの猛攻をしのぎつつ、復活の草は10枚近く集まっています。7点目、来たー。とりあえず、店内の安全を確保しながら、商品の物色と行きましょう。注目すべきは、復活の草、クォーターの杖、よく効きそうあたりでしょうか。品揃えに加えて、階段も近い。これは泥棒。ゲフンゲフン、客にも優しいなかなかの有料店ですね。ちょっくらマップを埋めてきましょう。いつもは気にならないシャチ系も、水辺にいると、急に面倒になりますね。まさに水を得たシャチ。といったとこでしょうか。さて、今回の泥棒ですが、せっかく投げ物系の敵が多いので、店長を外に連れ出したいと思います。ただし、店長と敵を敵対させた後、店長には外へ出てもらわなければなりません。そのためには、敵をどこかへ逃がす必要があります。もちろん、店外から狙撃してもらう方法もありますが、今回は、その敵を隠してしまおうと思います。と、その前に、よく効きそうがあるので、力上げをしてしまいましょう。力が22から34まで上がりました。これでまたしばらくは戦えそうかな。それでは泥棒に移ります。まずは適当なモンスターを店にご招待し、店長に喧嘩を売ってもらいましょう。この広さだと、馬武者系は難しいか。と、いいところに一徹さんがご登場です。まずは下の店長が怒り出したので、これを使って、隠してしまいましょう。お、うまいこと引っかかってくれましたね。あ、もう一回です。これで、両店長を巻き込むことができました。片方の店長は出てくれましたが、一徹さんが入り口を塞いで、もう一人の店長が出られません。と、ここで透明の杖の効果が切れ、これで店長が敵対状態になりました。しめしめ。お、これで二人とも外に追い出せましたね。それでは、店内のアイテムをいただいていきましょう。さて、一動画ぶり7回目の泥棒が成功したところで、今回は終わりです。皆様、ご視聴ありがとうございました。次回も、よろしくお願いします。それでは、また。
皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。いよいよ新しい節目を迎えた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。うぷ主は不安でいっぱいながらも、期待を胸に、から元気のごとく引って、やばいやばい、開始早々大ピンチなんですが、特にあのデブートに1対2体力3分の2持ってかれましたよ。そしておまけに弟豚にお馬さんはやばいです。そして後ろにメンデルスだけかと思いきや、ガゼルまでいるんですか。いい加減にしてくださいよ。モンスターハウスですかここは。とりあえず分身読みましょう。60回で復活の草を消費するのは早すぎます。なんとか3体倒して、体力が半分まで回復できました。かい、イン様様です。これなら残りの連中は倒せそうです。おや、睡眠の土偶ですか。アイテム3つは惜しいですが、ストレスが溜まりそうなのでここはスルーしましょう。さて、話は戻りますが、新年度が始まり早半月、うぷ主も新社会人としてのスタートを切ったわけですが、とにかく一日が長い。とにかくこれにつきます。朝起き出社して、一日分働いたと思ってもまだお昼。終了時間にはもうくたくたです。中学、高校、大学と、徐々に生活が崩れ、最近まで朝寝昼起きをしていた人間には、辛いものがあります。まずは、一日も早くこの生活に慣れないといけませんね。ところで皆さんは、どんな新年度を迎えられたのでしょうか。愚痴でも何でも構いませんので、ぜひ教えてください。うわ、何かいろいろ召喚された。とまあ、よく見たら親父戦車2体ですか。思ったより大したことないですね。と厄介な奴が、またはいてますね。どうあがいても間に合わなそうなので、ここではダメ元で杖振ってます。案の定、反射されましたけどね。リスクを考えたら、封印の杖を振るべきではなかったです。ここで、復活消費覚悟で殴り合ってますが、普通に乗り移りの杖あたりで対処すればよかったです。いよいよプレイの雑さが目立ってきましたね。60回程度でこの様子。果たしてクリアできるんですかね。さて、82回。召喚しないベルトーベンはただの癒しキャラですね。おっと、馬王に豚王様ですね。狙撃されると嫌なので通路に出ましょう。余計なギャンドラーは場所外で受け流しましょう。馬や豚より弱い竜ってのも珍しいですね。いった。どれだけ石飛び交ってるんですか。このままだとまずいんで、根絶やしちゃいましょう。間に合いませんでした。しかも兄弟揃ってやがる。さすがに豚さん2体は無理ですよ。これにて一件落着です。前回、予備の白紙を入手できたので、大烈風を根絶やしても一枚保険として残ります。これはもうクリア待ったなし。と、中ボスを根絶やしてプレイが安定しそうなので、ここでコメント返しといきましょう。まずは、こちらのコメントから。五寸ドールは成長50で HP 攻撃めっちゃ高くなるから最果てでは結構おすすめぞ。おお、そんなに伸びるんですか。女王雲とか洞窟マムルは結構成長して、育てがいがあるって話は知ってたんですが、五寸ドールがそこまで伸びるとは初耳でした。面白い情報、ありがとうございます。やっぱり育て切ると、最新装でもそこそこ戦えるもんなんでしょうかね。機会があれば試してみたいと思います。それでは、次のコメント。企画前否定すんな、わら。いやー、自分で決めておいて今更ですが、結構緊張するんですよ。試練2なのでセーブ&ロードもできませんし。このアイテム引き約 10% パートかけて60回まで来たのに、ボンミスで低層ループに逆戻りしたらどうしようとか。正直、今回の冒険でダメなら、次回の冒険から縛り緩和があるかもしれないですね。それでは、次のコメント。氷フロアは限界まで粘るもんですし。なん？だと。確かに、万全な体制であれば、絶好の復活の草の稼ぎ場所かもしれません。ただ、今回は泥棒用アイテムの温存や、装備縛りでそこまで万全な装備ではないこと、遠距離系の厄介な敵が多いことを考えると、あまりフロアに長居する余裕はありません。さらに今回の縛りで厳しいのが、
フロアすべての部屋を開ける、という努力目標で、即降りできないため、モンスターから逃げれず戦った結果、よく自利品になってます。そして、この努力目標がある悲劇、を見ます。詳しくは次回動画をチェックです。最後のコメント。毎回、大型地雷ですね。大型だけに、敵サム。山田くん。米主さんの座布団全部持ってって、代わりに大型地雷10枚差し上げます。いや、さすがに10枚は。多かった、かなぁ。冗談はさておき、今回の米返しは以上です。皆様たくさんのコメント、ありがとうございます。次回動画もそこそこ早めに上げる予定ですので、どしどしコメントいただけると嬉しいです。と、冒険の方では、65階までたどり着きました。このフロアも特に何もないようなので、どんどん先に進んでいきます。66階は水上フロアですか。プレイ中は、いやいや市販に怯えながらプレイしていましたが、後で調べたところによると、56階から73階までは、どちらも出現しないようですね。この辺のフロアは大抵、全力で駆け抜けてるので、意外と知らないことが多いです。なんでこんなところに爆発土偶が。うわ、あいつの仕業か。落ち着け、今通路開けてやるからそれを殴るんじゃない。なんとか、自爆に巻き込まれずに済みました。ドスコーイ三兄弟は、やたら体力が多かったり、余計な土偶持ってきたり、PA 中に階段を隠したりと、地味な嫌がらせが多くて困りますね。おや、行商人がいますね。品揃えが微妙だったので、鈍足になっててもらいましょう。7万ギタンも持ってるので、そこまで警戒する必要はないですが、この方が精神衛生上良さそうなので。ついでに、仕入れ直しの巻物を拾いました。くじ引き感覚でアイテム交換できたり、2店舗分のアイテムがいただけるので、好きな巻物の一つですね。お、未識別の腕輪ですね。こいつで未来が見えたり、壁を抜けれたりしないかなー。と言いながら、お祓いの巻物を拾い、装備外しの罠を踏んでるにもかかわらず、腕輪の試着をしようともしないうぷ主であった。このフロアも、特に何もなかったので、先に進んでいきましょう。一徹にゴリラにお馬さんですか。広めの部屋で会うと面倒な連中に囲まれましたね。とりあえず、少し引きつけてから、分身の巻物で忍ぶとしましょう。お。これは、世にも珍しい一徹合戦でしたね。しっかりと漁夫のりをいただいていきましょう。どうたぬきに、象牙の盾ですか。変な縛りがなければ、即メイン武器確定なんですけどねー。と、階段を降りたらまた囲まれてました。泥棒に使用の巻物は温存したいので、高飛び槽で飛びましょう。一度通路に出れれば問題ありません。ニッキ豚兄弟以外は。さて、そろそろネタバレすると、今回の動画、泥棒の機会がありませんでした。楽しみにしてくださった方々には申し訳ないですが、次回動画をご期待ください。ちなみに、この最果ての道では、91階以降は店が出ないので、それ以降は即降りしていきます。さて、アイテム整理を済ませ、階段を降りたところで、今回の動画は終わりです。皆様、ご視聴ありがとうございました。
次の動画も、よろしくお願いします。それでは、また。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。新年度が始まり、早くも一月が経った今日この頃。皆様、いかがお過ごしでしょうか。うぷ主は、最大10連休のゴールデンウィークが幻想に消え、ただ生活リズムを乱されただけの3-3-2連休に、意気消沈しております。ま、そんなことは置いといて、今回も潜っていきますよ。前回は、猛威を振るったデブートンを根絶やしつつ、70回まで到達しました。最果ての道も、残すところあと30回。店出現フロアは残り20回となっております。あれ、そういえば最近泥棒してたっけ？細かいことは気にしない気にしない。70回のマップも開いたので、次のフロアに進みましょう。あら、行商人さんこんにちは。もう少しいい商品持って出直してきてください。さて、71回ですが、デブーチョの最終出現回のようです。これで石の雨に打たれることはなくなりますね。ちなみに、今回根絶やしているデブートンは72回までのようです。なんでわざわざ2回目踏んだんですかねー。遠距離系の敵が馬王と一徹だけになり、いよいよ真相に入るなぁ。って感じですね。そしてまたなんで3回目踏んだんですかね。さて、まだ動画も序盤ですが、ここでコメント返しをしたいと思います。と、その前に、パート11の動画に、またまた広告をいただいてしまいました。以上4名の方々、誠にありがとうございます。また、パート9で広告をいただいていましたが、ご紹介できていなかったアメさん、遅くなりましたがありがとうございます。さて、それではコメント返信を。まずはこちらのコメントから。追いついた、待ってたよ、ウボス。待ってた、待ってましたぜ、オスだぜ。オスオス、待ってる、次もファイト、オスでした、次も待ってる、オスです。ウボス。オス、とうとうのコメントも賑やかになってきて嬉しいです。こちらこそ、ご視聴ありがとうございます。次のコメント。研修中は虫が早くするとダメだよ、それ以上は人間の人間が一日の署名、対戦ですが、陰性がダメだよ、陰性が陰性ではありませんでした。お、皆さんなかなか苦労されているようで、うぷ主も頑張らないといけませんね。次のコメント。もしアプリで試練ついてたらいくらまで出せる？難しいですね。3DS とか実機ならそれなりに出しますが、アプリだとあんまり操作性良くなさそうですよね。クオリティにもよりますが、出して1000円くらいじゃないでしょうか。次のコメント。82回、62回ですよ。あなた疲れてますよ、わら。6と8を間違えるとは？これは重症ですね。次のコメント。エスカルゴンの杖反射は壁際の敵なら斜め反射で防げます。使える機会は少ないですが。ウィキの実用テクニック参照。なるほど、こんな技があったんですね。また今度機会があれば試してみましょう。次のコメント。大洪水かかったけど気にせんとこ。水も滴るいい男。ゆっくり試練はそんな些細なこと気にしないのです。次のコメント。は、以前、はい、地雷なばりの盾、根絶やし、腹パン、そっとしておこう、うん。はい、微笑み。山田くん、根絶やしの巻物10枚持ってきなさい。大型地雷と地雷のセット、かしこまり。まったく誰ですか、あんなつまらないダジャレを言ったのは。他の視聴者さんがお怒りではないですか。寒いのは推進流の腹域だけで十分ってもんです。次のコメント。今後とも地雷に向かって邁進して参りましょう。激微、地雷だけに震撼しましたわ。
私は何も見てない聞いてない。それでは、最後のコメント。試練はやったことないけど、初代モニも面白そう。ぜひこのゴールデンウィークの機会に、と言おうと思ってたら、すでに5月も半ばでした。初代のはわかりませんが、試練2なら、初期投資も少なく済みそうですし、おすすめですよ。と、言ったところで今回のコメント返しは以上です。皆様、たくさんのコメントありがとうございました。さて、冒険の方は75回に到達。何事もなく流してきましたが、モンスターの顔ぶれが変わってきています。まずは、デブーチョ、デブートン兄弟が消えました。これで次の根絶やしの巻物が使えます。また、戦術の通り、徐々にこの辺りから、ウマムシャ系やウルロイド系などの、遠距離攻撃系も次第に消えていきます。そして、このラシャーガや、シハン、ドガガガーンといった、特殊能力がなくても単純に強力な敵が増えていきます。こんなとこでダッシュを多用しすぎると、出会い頭で致命傷を食らうので要注意です。うわ、ここで召喚スイッチか。しかも乱れ馬王とは。仕方ないので、爆破で一掃しましょう。ナノさん。そして地味に満腹度がまずいですね。残った食料がカツオ節しかありません。しかも、ラシャーガにドガガガーンとは。この調子で物資は最後までも積んだろうか。水をかけて弱らせた後に、爆水の巻物の、陰の効果発動、これはありがたいですね。さて、何かと縁起の良さそうなフロアです。が、いきなり自爆の土偶とは、全言撤回する必要がありそうですね。こういうところも、妖刀かまいたち、の、陰があればなぁ。危ない危ない。から振っていたら即死だった。嫌なとこに階段が出てしまいましたね。もう一往復してフロア開けてこないと。前門の眼獣、後門の師範。これはやばい。なんか倍速中に変な音がすると思ったら、睡眠土偶か。それにしても、迷路のような一本道。トンネル使えば満腹度の節約になりましたね。そして安心の爆睡、陰、頼りになります。一徹さんも最後の見送りに来てくれたようです。さて、この辺りからは、1対1でも厳しいので、効率よく乗り移っていきます。ドガガガーンやパオパオー、しびれサソリなんかは、特殊能力のおかげで、1対1では必ず敵を倒せるので、存分に利用していきます。なんてことを言っていたら、早速カッパに封印の杖をぶつけられました。出会い頭のラシャーが怖え。1ターンで体力半分以上持ってかれるとか。お、そういえば変化の壺の中に食料が残ってました。ただそれでも満腹にはならない。満腹度のために復活使うのはなぁ。
まさか、フロアの全部屋を開けること、が、満腹度の危機を呼ぶとは思ってもみませんでした。さて、動画時間を気にしていた方々は、そろそろお気づきかもしれません。うん、また、なんだ。すまない。仏の顔持って言うしね、謝って許してもらおうとも思っていない。でも、この動画を見たとき、皆様は、きっと言葉では言い表せない、ときめき、みたいなものを感じてくれたと思う。殺伐とした世の中で、そういう気持ちを忘れないでほしい。そう思って、この動画をあげたんだ。じゃあ、注文を聞こうか。冗談はさておき、申し訳ないですが、今回も店は出てくれませんでした。内心ほっとしたとか思ってないよ。次回は泥棒シーンがあると思うので、許してください。そして、冒険が順調にいけば、次回動画が、店が出る90回まで。次次回では、残りのフロアをバックに、今シリーズ最後の米返しをしたいと思います。というわけで、今回はこの辺で。皆様、ご視聴ありがとうございました。それでは、また。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。今シリーズも終盤ながら、投稿間隔が空いてしまい、申し訳ございません。引っ越しを終えたのはいいものの、なかなか生活のリズムがつかめず、帰宅後、夕飯作って食べて寝る。そんな日々を繰り返していました。こんな調子で残業とかし始めたら、一体どうなるんでしょうかね。さて、憂鬱な話は置いといて、今回のプレイで、順調にいけば泥棒最終回となります。というのも、前々からお伝えの通り、店は90回で打ち止めらしい、ので、90回が泥棒縛りの最終回となるわけです。と、いきなりゲージが赤くなっていますが、果たして無事に91回を迎えられるのでしょうか。それにしても強力な敵が多い。ノーアイテムで安定して倒せる敵がいませんね。む、回転板か。そして、なぜわざわざ回転板踏みに戻ったのか。さて、ここは乗り移り使って、資金プレイを展開していきますよ。強敵のラシャーガも楽勝ですね。あ、ちょっと敵に体は効いてないですよ。とりあえず階段へ直行。おや、投資の土偶に、店が見えてますね。なんとか今回はタイトル詐欺にはならずに済みそうです。とりあえず、土偶を部屋隅に安置しておきましょう。お、ドレバスですね。ただこの辺まで来ると、ドレイン系の敵がいないですねー。そして杖は4050ギタンの入れる系の鉛の杖でした。これは草受け確定ですね。さらにご丁寧に、よく効きそうも隣にありました。手持ちの力の草も合わせて、試練に必須の力ドーピングセットです。と、ここでウホーンの乱入。いやーこれで若干泥棒が厳しくなりました。杖投げも効かないのは痛いです。とりあえず、ドーピングだけでも済ませてしまいましょう。草受けの使用回数が7回なので、大天守への杖投げ反射と、手持ちの力の草を合わせて、18の力上昇です。これで試練の力は34、向かうところ敵なしですね。ちなみに、残りの店売りアイテムは、5000ギタンの腕輪、曲がりの腕輪、保存の壺4、会心の矢3、でした。今となっては微妙ですが、最果て10回までに来たら、嬉しくて飛び跳ねますね。さて、階段探しに出たわけですが、隣の部屋と、意外と近くにありましたね。あ、投資土偶が。まあ気を取り直して泥棒準備に参りましょう。ついでに店で腕輪識別していきます。ルビーは、いらない腕輪ですね。クリスタルは、おっと、売り値5000ギタンなので、投資カパコレプキンですね。これは大当たりですね。まあ、今回のプレイではどちらも使用は自重しますけどね。
さあ、ゴッサンよ、店主を通路に弾き出せ。お、通路側の店長が外に行ってくれましたね。いざとなったら階段ダッシュも悪くないか。ただ、出て行った店長の行く先がわからないのが辛いです。投資土偶残ってればなぁ。さて、大店長に喧嘩売ってもらって、外に誘い出そうとしましたが失敗しましたね。と、またゴッサンが来ましたね。今度こそは大店長を。今度こそは大店長を。今度こそは大店長を。今度こそは。さて、ここからしばらく、泥棒方法を考えるスーパーグダグダタイムなので、5倍速で流します。空いた時間に、動画投稿が遅れたわけでもお話しするとしましょう。一つ目の理由は、冒頭でも言った通り、引っ越しや一人暮らしの生活リズムをなかなかつかめなかったこと。そして、もう一つは、初任給でデジカメ買っちゃいました。もちろん、自慢するほど高いものではないのですが、これがまた面白い。で、カメラ買ったらやっぱりお出かけしたくなるんですね。土日はだいたい、カメラ持ってどこかしら行ってましたね。せっかくなので画面右に、撮った写真の一部を紹介します。ちなみに、写真の場所がどこか正解してもご褒美はないよ。というわけで、平日は仕事、土日はお出かけしてたので投稿が遅くなりました。お待たせしてしまい、本当にすみません。と、冒険の方では、グダグダしすぎて風が吹いてきました。仕方ないので、仕切り直しに、仕入れ直しでも読んでおきましょうか。この先店があるかもわからないですし。目星のは草受けの杖と素早さそうくらいですか。さて、調香しても良い案が浮かばないので、この素早さ草で、駆け抜けましょうか。階段の位置が何者かによって動いていますが、関係ないでしょう。うお、いきなり強敵が、倍速、切れた。ミノタウロスは倒したが、お、おい、こんな時に思考踏むな。と、運に救われた面もありましたが、8回目の泥棒成功です。いやー、このまま終わりとかにならなくてよかった。さて、それではここで、コメント返しといきましょう。まずは、前回いただいた広告の紹介です。ラッキーアナゴさん、店主さん、ご広告、ありがとうございました。続きまして、こちらのコメントから。おまどうま、追いついた、ボボツ、待ってた、うくす、うぼす、うぼす、このゲームデータ飛びすぎでしょ。もう6周目や。わろた、やっと追いついた。グーは地震の影響で休み3日だったな。おつ、おつおつ、おつ。皆さん、うぼつ、おつとうとうありがとうございます。ちなみに私は、一本で十数年やってますが、そんな頻繁にデータが飛ぶ印象はないですね。次のコメント。3、3、7拍子かな。有給使ったら15連休とか天国じゃないですか。なんか寒いな。なんでや結構名作やったやろ。新刊は正直うまいと思いました、コナミ刊。新刊は普通にうまいと思った。意外と皆さんの評価が良くて驚きです。まあ、
これからの暑い季節にはもってこいですね。八丁井が豚の像を運んで石投げられてたことあったな。運搬途中で力尽きただろうなって感じで、通路に置いてあるのはよく見ますね。あと、今回の泥棒では珍しく役に立ってくれましたが、PA 中に階段運ぶのも困りものですね。最果て 26F が限界のど下手です。コツを知るまではみんな同じです。力上げ、回復剣、パコ投資。この3つで世界が変わります。あとは見せ識別と、稼ぐところで稼ぐ。この辺ができれば、最果てクリアはできます。ダッシュは危険、自重するとは言ってない。当然、自重はしません。キリ。ただ、店のあるフロアでは、泥棒中でもないのに、落とし穴を踏むことがないよう、部屋の中では基本、自重してますね。バーボンハウスかわらわら、バーボンハウス。気づいてもらえて何よりです。まさか今回も泥棒ないのでは。おや、エスパーですかね。それともまさか、飼育場。引っ越し大変やけど頑張って。ありがとうございます。おかげさまで無事終わりました。コメント返しは以上です。皆様、たくさんのコメントありがとうございました。さて、冒険の方は84回まで来ました。店の出現回も、あと数回です。さっさと登り切ってクリアしたい。この回も特に店はないようなので、次の回へ向かいましょう。さて、85回です。次の回からは、いよいよ満を持して、最後の強敵が出現します。もちろん、大烈風は根絶やし、パオパオ運も山彦院があるので、そこまで問題ではないですが、眼獣や痺れサソリの麻痺や、単純な火力が脅威となります。ここまで来たら最後、アイテムを惜しげなくつぎ込んでいくのみです。なぜ等速に？というわけで、9店舗目の登場です。最近、全然来なかった揺り戻しがここで来てそうな雰囲気ですね。そして、また草受けの杖とよく効きそうが、いつもこうだと嬉しいんですが、ちなみにここのウホーン、見えない落とし穴に投げられないかと、非常にヒヤヒヤしてます。そしてまたゴッサーンの仕業か。よく働くなぁ、あいつ。おや、また不穏な空気が。ひとまずここは安全策で。いやいやいや、あいつなんて絶妙なタイミングで四股踏んでるんだよ。そりゃないっすよ、もう。とりあえず、気を取り直して、泥棒の方法でも考えましょう。やはりここまで来ると、手持ちのアイテムだけで確実に泥棒できる手段がなさそうなので、ここは他力本願といきます。手段としては、まず、敵の攻撃で天守を怒らせて、なんやかんやで外におびき出す方法と、ゴッツァーン先輩に、階段を運んできてもらう方法のどちらかになります。前者は、ほとんどの敵で実行できますが、天守の外への誘導が難しいこと。後者は比較的簡単ですが、ゴッツァーンでしか実行できないのがやや難点になります。このままでは拉致が開かないので、事故は怖いですが、ひとまずフロアを開けてくるとしましょう。この辺のアイテムは、2回行動してくる、ンブバ還暦の可能性があるので、スルーしてます。おや、今アイテムが動きましたね。これは奴が現れた証拠です。現場に直行しましょう。
ついに風も吹き出しましたか。これは急がないといけませんね。お、階段を押し始めたようです。いいぞ、その調子で店まで。で、そっち戻るんかい。と思いきや、店の方に向かってきてくれるようです。さて、店内のアイテムを整理し、店長には眠ってていただきましょう。というわけで、宅配業者の尊い犠牲もありましたが、9回目の泥棒成功です。そして、今回は中途半端な回ですが、この辺で動画を締めたいと思います。ちなみにウプ主、この中断画面まで戻らずに、録画停止をしてしまうほど、この泥棒成功が嬉しかったようです。それでは、今回もご視聴、ありがとうございました。次回こそ、泥棒フロア最終回予定ですので、よろしくお願いします。それでは、また。皆様、こんにちは。今回もご視聴、ありがとうございます。お盆も過ぎて、残暑との戦いが始まり、台風の活動も活発になりつつある今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウプ主は、久々の長期休暇ということで、実家に戻り、ぐうたら生活を堪能しておりました。さて、今回はいよいよ最終回。果たして、この泥棒縛りはどのような結末を迎えるでしょうか。店出現フロアはあと5回、使用可能アイテムも限られており、なんとか店から逃げ切りたいところ。で、なんで草受け、投げたんですかねー。噂をすればなんとやら、ここで10店舗目の登場です。急いでアイテム確認してますが、店長2人の通常店舗、これは厳しい戦いになっ。痛い痛い、そういえばもう87回か。落ち着いてさっき拾った目だやしを、外しました。まったく。泥棒成功の余韻に浸っている間の攻撃は、ロボットの合体シーン中の攻撃並みに反則ですよ。そんな悪い大烈風は根絶やして、さっさとフロア探索に移りましょう。え、さっきの泥棒がぬるいって？そんなの店内に抜け道をほったらかしてた店側の責任ですよ。と、慢心はここまでにして、残り4回、慎重に行きましょう。まだどこで店が待ち構えているかもわかりません。ああ。まあ見えてない落とし穴は仕方ないので、気にせず進んでいきましょう。と、しびれサソリ入りのパーケは危険ですね。安全に行きましょう。緊急時でもフロアを開けてないと階段に逃げ込めない現状、余計な復活層の消費は避けたい。そしてモンスターを1対1で相手していると無駄にアイテムを消費するので、ここはなりふり構わず、乗り移っていきましょう。
いやー、厄介な特殊能力は、味方につけると非常に便利ですね。さて、88階には店がないようなので次のフロアへ進みましょう。おお、水神竜が3体も、こいつの特殊能力はサソリの巻ほど厄介ではないですが、プレイのテンポが悪くなるのでスルーしましょう。うわ、やまびこ、因がなければ絶望してそうな。まあ、基本能力自体は50回以上前のモンスターなんで、問題はないですね。今更ですが、3つもおにぎりを補充できました。これだけあれば残りのフロアも安心ですね。さあ、本縛りが適用される最後のフロアです。ここを越えれば泥棒縛りは完遂となります。そしてしびれサソリ発見。ちょっとお体を借りしますよ。縛りはこれでクリアとなります。ここからは最果てクリアまでのウイニングランを背景に前回動画のコメント返しをさせていただきます。まずは前回いただいた広告の紹介から。風来の支援さん、中道さん、ラッキーアナゴさん、ご広告ありがとうございました。それではコメント返しに移ります。ボス、せっかくコントローラーパック買ったのにデータが壊れています。とばかりでてデータ復旧できん。待ってた。うボス、待ってたよ。うボス、待ってました。いつも楽しみに見てます。ゆっくり試練で検索してきました。うボス、皆様、うボスコメントありがとうございます。コントローラーパックは中古に3個買ってようやく当たりが引けました。未設定外に出ないもんだな。80回潜って8店舗目。これは私も驚きました。普段はもう少し出てるイメージがあったので、まあたまたま少ない回数を引いただけかもしれませんがね。粘るなら空振り使ったら。はい、その通りです。ただ泥棒で今後使用する可能性を考えてあえて使用しませんでした。作品見せて。いい趣味をお持ちで、ええやん。かわいい、かわいい、わらわら。ご好評いただきありがとうございます。よろしければウプ主が調子に乗ってあげた旅動画の方もご覧ください。お一人でお出かけですか？ゲスカオ？痛いところを。いつも一人というわけではないですが、写真が目的の場合はぼっちが多いですね。基本早足だけど撮影時には無駄に長居するようなかなりのマイペースなので、同行者がいない方が気を使わなくていいのです。草受け持っていかず。まあ、ほぼクリア目前だったので。83階に店があった場合、見えてなかった落とし穴は勘弁してください。さすがに一歩進むごとに剣を振るなんて誰も見たくないでしょう。ちょいちょい無茶するな。さらっと危ないことしてる。わらわら、疲れてんのか。
縛り関係なくプレイ時はいつもそうですが、この辺のフロアまで来れるときは、大抵余裕があるので、結構荒いプレイになりがちですねー。反省反省。コメント返しは以上です。皆様、たくさんのコメント、ありがとうございました。さて、動画の方は残すところ、あと1回までたどり着きました。長かった今回の冒険も、いよいよ最後を迎えます。風雷の試練2、最果ての道。強制泥棒縛り。合計泥棒回数10回。相棒の象牙の剣、金の盾と共に、ここまでやってきました。最後の階段、来たー。それでは、階段を降りて、クリアです。さて、ここまでご視聴、ありがとうございました。第1回投稿から1年ちょっと、全14回。皆様の励ましのおかげで、なんとか完結を迎えることができました。途中、投稿が予定より遅れることが多く、本当に申し訳ないなぁと、反省ばかりですが。それでも、これだけ多くの方々に見ていただくことができ、うぷ主、大感激です。改めて、ご視聴、コメント、広告、マイリスト等々、本当にありがとうございました。それでは、この辺で、本動画、ゆっくり試練と行く、最果ての道、強制泥棒縛り、の幕を閉じたいと思います。また機会があれば、お会いしましょう。それでは、また。